体験の場、脳の待機列体験の場、新たな刺激を得る場所、脳門へなただでもらう場所、素敵な出会いがあるかもないコンパニーをガン見する場所、コスプレの連中が溜まってる場が分からなくて見たことがない、コスプレしている女とボーリング場に行きたい、ゲームが好きでゲームが好きでゲームが好き、ゲームの歌は愛の歌、100パ好きでしてるラップだからやっぱ聞いてて楽しいね、おとりは呼ばれたいならもっと媚び売れば、聞いてねえよこんなもんはクソが、わーわー呼ばれたいならもっと媚び売れば、聞いてねえよこんなもんはクソが、2日にわたるパブリックデイの前にビジネスデートやらがあって、それに行ってみたいんだな、俺は一般デーは混むんだよクソが、知り合いのゲーム会社のやつのインビテーションのおこぼれはやだね、真正面から招かれたり、おいお前遊びにおいでって、ゲームの曲は販売しないから仕事だって言い張れないです、フレンドボードで曲を作っても誰も褒めてはくれないのです、一旦なんかゲームを作るか、64のミニ勝手に作るか、任天堂 TGS 出ないからややこしくなっちゃうけど作るか、はーふわー呼ばれたいならもっと媚び売れば、聞いてねえよこんなもんはクソが、はーはー呼ばれたいならもっと媚び売れば、聞いてねえよこんなもんはクソが、呼べ呼べ俺を呼べよ、ファッキメ東京ゲームショー、幕張へ抜けたヘイター、ビアッチシネクソボケストリーマー、あげく YouTuber タラスパスなら俺程度も入れたらよがす、マジ関係者じゃないし連絡先もないが、呼び呼び泣き出した俺当たりや、呼べ呼べ俺を呼べよ、ファッキメ東京のゲームショー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 、ワン、we'll be right back.